はい、こんばんは。今日もまたちょっとお酒は作らないんですけど、先日実は誕生日でして、で会社の人たちから誕生日プレゼントにこちらいただきまして、グレンモーレンジシグネット、かなりいいやつだと思うんですけど、これをいただいて、でたまたまその七飯さん、いつも最近久々なんですけど、七飯さんのセールでグラスとかを何個かまた安かったんで、最大 80% オフで安かったんで、まだなんかいくつか買ったんですけど、その中でウイスキー用のグラス、ストレートで飲むタイプのグラスずっと欲しくて、まあなかなかちょっといい値段するんで、あれ安くてそこそこないかなと思いながら探してたら、たまたま今回セールで、あ、セールではなかったのかな、セールがあって、セールの中、セールではなかったんですけど、なんかグラスの種類が増えてて、でその中にあって、で買ったタイミングでまたこのいいお酒をいただいたっていうので、めちゃくちゃ豪華です。これこんな感じです。やばいぐらい見た目すごいです。まあ値段もやっぱします。まあ、プレゼントなのに、調べるためにちょっと見たら値段も見えちゃったんですけど、まあ、プレゼントすごい、これがこういうのがあって、でまあどうせなんで、ちょっと買ったものあえて開封してないんで、開封しながらで最後それでグラスを使ってこのグレンモレンジのシグネットをいただこうかなと思っております。12個って言ったらいいですかね、グラスの数が分かる、客か、12客グラス買いました。で今回グラスばっかりです。もうでだいたいこれが、まあ、3分ぐらいセールの商品で、まあ、うまい具合にやっぱ1万、確か七飯さんは1万超えると送料無料になるんですよ。でそれで、まあ、ついつい買っちゃいますよね。うまいことこう戦略にこう乗せられてる感じではあるんですけど、毎回、まあ、ちょっとそんな感じで。おっと、マジか、え、これはちょっとやばいな。一発目からちょっとあれなんですけど、これ割れてますね。なんか音おかしい音するなと思ったんですけど、開けない方がいいかな。これ割れてますね、完全に中で、この中で割れてます。これシャンパングラスだったんですけど、まあちょっとこれは返品しよう。はい、でまあちょっと気を取り直して次いきます。これは、あ、これなんか色ついてるんだ。マティニグラスとかちょっと色々あった方がいいかなと思って。はい、リビスピーク、スピークイージーマティニスモークの、これどっちかな、あ、そうですね、190mm の方ですね。こんな感じです。顔が入ってしまう、顔認証してしまうんで、まあ、こんな感じのグラスです。まあまあまあっていう感じですね。あ、スモークってそういうことか。写真じゃあんま分かんないですね。やっぱり若干ちょっと黒、スモーキーな感じに黒が入ってる。足のこのこういうところ結構好きなんで、エッジがある感じのちょっとあったんです。使い勝手が良さそうな感じで、190ちょっと多いんですけど、まあ、でもこのくらいのサイズしかないんですよ。まあ、ちょっとこうだんだん言ったらだらだら喋ってると長くなりそうなんで、これはちなみに1620円が800円、半額ですね。でも特にリビさんのやつは結構なんか割引というかセール対象になりやすい感じのイメージがあると思って、これがちょっと適当に手元の方から、お、これはいいな。これセールじゃないんですよね。あ、これあれだ、ストルッツルっていうんですかね、のアラベスクタンブラー350、こんな感じです。静かな、ちゃんとこれ結構いいっすよ、柄的にも良くて、底面がこうごついの好きなんですね。
こうここに厚みがあるやつが、これはセールじゃないんですよ。セールじゃないんですけど、一脚が907円、こんな高くないです。これに2つ買いました。あ、これか。お、いいじゃないですか。デュロボーの、アイリッシュコーヒー用の、まあ、耐熱みたいです。電子レンジまずそうですね。金色入ってるんで。ただまあこんな感じの、これなんか四つ葉のクローバー、いや三つ葉か、これ三つ葉だ。三つ葉のクローバー入ってる。よくわかんないですけど、アイリッシュコーヒー用のグラス。なんかこれも寒い季節になってきたんで、結構ホットカクテル用のグラスが今回主流かなって感じなんですけど、ですね、これ前から欲しかったんですよ。ちょうどいいやと思って。あ、これが、あれだな。あれじゃわかんない。最近なんかあれとかそういうこと、言葉が増えたっすよ。あれとか、それとか、これとか。お、すごいな、これ。なんかちょっと形が、もっと薄い方がいい気がするけど、安かったんで。これが、ボルミオロッコさんの、リゼルバグラッパ。スピリッツ用の、あれですか、スピリッツ用のグラス、ストレートで飲むやつ。あと香りがこの辺にこう入って、香りがこう上がってくるんじゃないかと思うんですけど、これはセールじゃないです。これもセールじゃないです。この756円って安いです、まあ、これグラス割るんでね、あんまり高いの買っても仕方がないなって思うから、いいのが欲しいんですけど。これはこんな感じか。リビエンバシーカクテル133ミリですね。リビさん結構ゴツめなんですね。割れにくいっちゃ割れにくいですけど、ただあんまり綺麗には見えない、残念ながら。ただまあ安いんで、こんな感じだ。グラスですね、まあ、カクテル、まあ、なんかちょうどいいかなと思って、130ミリで、133ミリかで、このぐらいの、なんかちょろっと作った時に、なんかカクテルに合わせて、ちょっとカクテルのイメージに合わせてグラスもちょっと変えていきたいなっていうのがあったりするんで、いろんな形が欲しくて、まあ、これもその中の一つなんですけど、これ918円が680円、まあ、ちょっと安くなってるかなっていう感じ、まあ、ちょっとじゃないか、結構大きいか、オフリスとして、結構細いぞこれ。ジュピゲラウパーフェクトサーブコレクションカクテルっていう165ミリのマティーニグラスですね。これセールじゃないんですよ。セールじゃないですけど、まあこういうなんか薄めの口のこの辺が薄いやつが正直欲しかったのと、足がまあちょっと細めのやつが欲しくて、これは1620円、これはセールではないです。まあの欲しいの頃のやつあるんですけど、すごい高いです。一脚6000円とか7000円ザラにするんで、でめっちゃ足も細いし、ここも口のところも薄いし、割るんです。家ではこの辺でいいでしょう。あ、この辺からマグ系のが、マグがマグ系マグがめっちゃ普通だな。これボルミオ6個、シエナマグ 250ml、 コーヒーレット飲んでもいいかなって。これはこんな感じの普通の透明のが、透明のがいいんですよね。作った時もこう色がついてるカクテルとかだったら、やっぱ色見せたいっていうのがあるんで、あまり色ついてたりすると見えないですよね。色目でも楽しんでほしいっていうところもあったり、楽しんでほしいとか楽しみたいっていうのもあったりするんで、もう含めて、572円が399円、まあ文句言うんでなんじゃないですね。一応耐熱仕様なんで、お、でかいな、これはでかいな。ガブ飲みを、お、ごついな、これはごつい。ルミナルクノルディックマグ 380ml、 ちょっと大きめのやつですね。こんな感じ、結構大きいし厚みも結構あるかなっていう感じですね。重さもあります。で、こいつが540円が432円、まあ 10% ぐらいですね。そんなにオフになってないですけど。ああ、で、これか、これはあれだな、
これはブランデーですね。シュピゲラウパーフェクトサーブコレクションノージングというやつ、205ミリ、まあ、満タンで、多分満タンで入れるような感じで、これブランデー用の、ブランデーストレートで飲むときにちょっと使えるかなと思って、まあ、1個あるんですけど、まあ、こういうのも2個ぐらいあってもいいかなってですね。こんな感じの、これもセールじゃないんですよ、そんな高くないです。これも1620円、安くもない気がするんですけど、高くもない、安くも高くもない、うん、もっとでかいな、まあいいや、もっとちっちゃいイメージだったんですけど、ね、これがあれでかいな、まあいいか、これが、ストルツの、あ、違う、ストルツじゃない、ストルッツル、ストルッツルのウイスキーってやつですね、194ミリ、ウイスキー用の、このセールじゃないです、1296円。こんな感じです。ここ入れて、多分おそらく、まあ、こんな感じで、すれば、香りが立って、いう感じですね。僕が欲しい、本当に欲しいやつってもっとなんかちっちゃくて薄くてっていう感じだったんですけど、ちょっと思ったよりでかかった。まあこれがそれですね。これが1290、言いましたね、言った。はい、これで今日これ使って、ちょっと後で洗う、この後洗うんで洗ってこれ使って飲みたいなと。はい、でラスト、ラストもこれも、これマティニグラスか、これもセールじゃないんですよね。これもあの、そうなんです、一番最初の出てきたスモークタイプのやつですね。リビースピーク、スピークイージークープスモークというやつですね。これ245ミリ、使い勝手が良さそうなデザインちゃデザインかなと。足もちょっとこのこれ、エッジが効いてる感じが嫌いじゃない、ちょっと若干色がスモーキーな感じ。これはセールでした、1620円が810円、半分ですね。まあお得感あるかなという感じです。そんな感じで一応これで全部で12,348円とかです。まあ1個割れてますけど、で割れてたやつも、これもセール、これはセールだったんですよね。シャンパンが1620円のが972円ってこと、安かったんですけど、ちょっと残念な、まあ、割れやすいっすよね、仕方ないです、こればっかりは。まあただセールでいつも78,000円安く出してたり、梱包結構いつもしっかりしてるんですけど、まあ、たまたまなんでしょうね、忙しかったセール時期で。こういう感じで、はい、この後ちょっとグレンモレンジ、はい、それではグレンモレンジのシグネットをいただきたいと思います。ずっと飲みたかったんですけど、まあ一応これ動画で撮ろうと思って、せっかくなんでなかなか買う機会もないかなと思ってずっと我慢して、まだ未開封の状態で、やめとこうか。はい、でボトルこんな感じです。グラデーションになってるんです、上から濃くなってこう下が明るくなってる感じで、うわぁ、なかなかここまで自分でポンと買うようなことないかなって。ほんまありがたいですよね、こういうのをいただけるっていうのが感謝です。豪華、お、それは豪華か、うん、これもちょっと重量が、蓋のキャップの部分も結構重たいんですこれ、はい、で、は入れます。はい、あ、でも思ったより色は、色はなんか薄めで、薄めな感じのような、こんな感じ、綺麗ですよね、やっぱり
こうブランデーにしてもこうウイスキーにしてもこういうのがいいっすよね。綺麗。まあちょっと飲む前にあれです、このグレモーレンジ自体は僕もこれ今回調べて初めて知ったんですけど、ルイ・ヴィトンが、バッグについてるというか、ルイ・ヴィトンがオーナーというか、なんて言ったらいいでしょう、ルイ・ヴィトンの傘下だから、ルイ・ヴィトンいろいろやってますね。時計とかもウブロとか、なんだっけあれ、あの時計、ドアスでした、ウブロと、こう見ると結構いろいろ参加ブランドあるんですね。ついでなんで、ルイ・ヴィトン参加ってわけじゃないのか。モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン LVMH、 モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン LVMH、 モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンっていう会社なんですね。ほうほう、知らなかったですね。ルイ・ヴィトン、ロエベ、セリーヌ、ケンゾー、エミリオ・プッチ、ベルルッティ、ディオール、クリスチャン・ディオール、フェンディ、ジバンシー、ダナ・キャロン、マーク・ジェイコブス、トーマス・ピンク、ステファノ・ビー、なんていうんでしょう、ナウネスみたいですね。まあいろいろ、あとはまあ化粧品だとか、時計がそう、タグホイヤー、そうですね。タグホイヤー、フレッド、ディオールウォッチ、まあでもそれそうですよね、ディオールは。で、ウブロ、ゼニス。結構いろいろ手広く、ワインとかも、ドンペリもそうなんです、そうですね、モエジャパン、モエがそうですもんね、モエジャパンじゃない、モエがそうだからそうなるのか、ドンペリ、モエ、クリュック、クリュック、ルイナール、ブーブクリコ、ヘネシー、ベルベデール、グレンモレッチ、アードベックも、へえ。ワインとかちょっとあんま分からないんであれですけど、見たいっす。というちょっとなんか本当に最近記憶が曖昧で、記憶とか言葉が出てこない。そうなんです。まあそれはいいとしてです。ルイ・ヴィトンの参加という。まあルイ・ヴィトンというかまあ、モエか。と、まあルイ・ヴィトンがくっついたからそういうことになったんでしょうね。で、説明がちょっと一応あって、なんか人のサイトの説明パクってるだけなんですけど、パケットで読んでるだけなんですけど、グレンモーレンジシグレットはこれまでで最も革新的で型破りなウイスキーで、従来の製法を見直し伝統的手法から脱却した製法で作り出されました。伝統的手法から脱却したと、これいいのか悪いのか、まあまあそれをいいとこ取りして、あえてちょっと大幅に変えてきたってことなんですかね。あえて伝統に縛られないっていうことなんですかね。しかしその内容はビル・ラムデン氏とレイチェル・バリー氏の2人だけの秘密です。よくわかんないですよね秘密結局わかんないですよねポリンキーズ、分かってるのは書きだけですと。1、グレンモーレンジの最も古くそして最も貴重なウイスキーをブレンド。2、深入りしたチョコレートモルトを含む希少な原酒を使用。3、グレンモーレンジが所有する単一畑のモルトを使用。4、グレンモーレンジが特注したデザイナーカスクで熟成した原酒を使用。5、ノンチルフィルターでアルコール度数 46% ってことらしいです。ちょっと細かいところが僕もすみません、わからないところがたくさんあるんですけど、まあ要は金かけたぞ、手間暇かけたし金もかけてるぞと、金もかかってるぞということが言いたいんだと思うんですけど、まあ、実際どう作ったかっていうところも全く秘密なんで、まあ、昔からなんか酒造り秘密多いっすよね。なんだったかなあれ、あれまたあれになる、
そうだ、サルトリューズですね。サルトリューズもなんか秘密だとかっつってね、修道何人かの修道しか知らないとかっていうのがあったり、まあ、秘密好きですけど、まずそのビル・ラムデン博士なんですけど、博士のコメント、グレモーレンジは新たなアイデアで味覚の体験における新しい地平を切り開いてきたと評価を受けましたが、シグネットも例外ではありません。ユニークな製造方法により複雑で真に卓越し、プレミアムシングルモルトを実現しました。めくるめくアロマ、至高のテクスチャー、そして官能的な味わいを求める人々を引きつけてやまない象徴的な飲み物になるでしょうと。すごいこう自信ですよ、ね、それは金もかけたし手間暇もかけたしということなんでしょうね。まあどんどんこういう風にこう調べて飲むとまたね面白いですよね。カクテルみたいにこう作って楽しむっていうのもあるんですけど、作られたものをこう調べてこう歴史を感じるというか、作り手のこうあれを、ね、そのあれとまたねあれとかこうあの作り手のこう思いを感じながら飲むっていうのも一つありなのかなと。まあちょっとチョコレートがやたら書いてあるな、ちょっと飲んでみましょう。待ちにくいのかな。あ、チョコレートっぽい匂いが確かに。わあ、そういうことか。ああ、まああんまりその味なんかよくわからないタイプの人間ではあるんですけど、でもまあチョコレートっぽい感じのすごいビターな感じのなんか甘いっていうより、うん、なんかさ入り口結構マッカランとかそんな感じの、ほんとマッカランに似てるなっていう雰囲気がファッときた後に、後からこうチョコレートだとかで、うん、酔うなこれは、うん、やっぱああでもチョコレートというかなんかチョコレートカカオなんて言うんだろう、コーヒーの豆違うな、まあ、カカオか、なんかそういうなんかね、そういう感じのなんか、まあ言葉が少ない、足りない、引き出し方少なすぎて説明がうまくできないっていう、うん、まあでもすごいなんか複雑です。いろんな味がこう来る感じですね。面白い、うん、香りは明らかになんか他のものとは違う感じの、あ、匂ったわこれすぐ分かるなっていうぐらい、うん、違う感じがするんですけどね。うん、でなんかあのバータイムズさんかなんかで加水する、まあ、なんか加水するとなんか美味しい、一滴こう水を垂らすだけでもウイスキーすごい美味しくなるっていう、見たことがあって、まあその試したことはちょっとあんまりないんですけど、ちょっとせっかくなんでこれちょっと今の味を覚えといて、まあ、すぐ忘れるんでね言葉ですらすぐ忘れるのに覚えといてちょっと入れてみようかなと思います。なんかそのバータイムズさんでそれ1個なんかガラスのやつ、なんかそうおしゃれなやつでこう入れるやつ、動画撮るために買ってみようかなと思ったら、ただガラスのこのストローみたいなやつが5,000円ぐらいするんで高すぎだろと思って結局買わなかったんですけど、ストローで十分でしょってことで、ちょっと一滴分入れてみます。もうちょっとこんなもんか、はい、少なかったかな。これでも変わるんですかね、なんかこう入れることで香りが立つというか風味が増すというか、なんからしいです。うん、ああ違う、全然違う、びっくりするぐらい違う、まろやかになるっていうか、なんかふわっとする感じ、ぜひ試してみてください。
ふわっとくる感じになんか全然こう違う、広がりが違うというか、なんかどっちかというと硬い感じだったのがちょっとふわっと開く感じですかね、柔らかくなるっていう、香りとかいろんなものがふわっと味とか香りに開くっていう表現が合ってるのかどうかわかんないですけど、そんな感じです。うん、よっ、はい、こんな感じでちょっと今日はこれ本当プレゼント大事に大事に飲んでいきたいかなと思います。まあちょっと最近カクテル動画ちょっと頻度上げていこうかなと、真面目にやっていこうと、そのモチベーションアップさせるためにもグラスとかっていうのを買ったりもしたんですけど、なんかグラスとか変わらないとね、やっぱ変わり映えないとやっぱこう上がってこないというか、まあ、そういうところはダメなところなんですけどまあなんかどんな感じ で、あとは、そうですね、またリクエストとかそういうのもあればどしどしいただければ作っていきたいなと、結構そのネタで悩むっていうところもあったりするんで、まあいろいろ作ってはいるんですよ、毎日作ってはいるんですけど、こう動画にするほどのもんかなとか思ったりするんで、ちょっとその辺も踏まえていろいろやっていきたいなと、勉強がてらちょっと動画配信っていう感じにはなるんですけど、やっていきたいなと思うん で、あとは、最近ツイッター始めて全然フォロワーの人がいないんで、よろしければ概要下の概要欄の方にあるんで、ちょっとフォローしてやってください、気が向いたらという感じで、チャンネル登録とかいろいろ高評価とかいただければ幸いです。ということで、本当お誕生日プレゼントありがとうございました。大事に、まあ、これからもちょっといろんなお酒をご紹介できるように勉強しながらやっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ末永くよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。